遊んでよう飽きひんわ。ちょっと休憩、パパお水飲んでくるし待っていて。さっきからいっぱい遊んでるからもう喉がカラカラで、やっぱり冬の時期っていうのは乾燥するからね。パパも喉乾いてない？喉乾いてたら分けてあげるよ。もうちょっとだけ飲んどこうかな。もうちょっと飲んでまたいっぱい遊んで。それにしてもボス君今日もダラダラしてるわ。ダラダラって言い方なんやねん。僕はな、風を感じてんねん。何が風を感じてんねん。お前の毛何もなびいてないぞ。嘘つくな。くっそー、超魔のデメリットや。嘘がバレた。もうそんなことはいいからさ、パパ早く遊ぼう。今日の動画なんでこんな短い。パパ去年はもっと長かったのに、なんか今年に入ってから動画のさ時間短くなってんで、もう私寝飽きた。もう私寝飽きてしまった。パパほんま、あいつらアホなトークしとるわ。ブル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 。はぁ、疲れた。もっかいや、もういっちょパーって、今度は高いな、フライか。フライかってほんまにもう。え？フライ？フライ？何フライ？僕も食べたいよ。あいつアホや、食べ物のフライや思とんで、パパはな。フライっていうのはな、食べ物フライじゃなくてさ、お前野球見たことないんか。ちょっと今僕当たりかけたやんか、危ない。なんでそんなことすんの？こっちに投げといてよ。聞こえない。もう一丁パース。って、もう私野球団に入ろうかな。野球団入ったらきっと一番早いやろな。エースになれるかなって。あいつ何してんの？あいつ見てしまった。見たらあかんもん見てしまった。呪いかけたんねん。さっき僕の方に投げたから呪いかけたんねん。消えろ、おもちゃを消えろ。おもちゃを消えろって、おもちゃ消えてないけど、確かに上乗ったけどもさ、これさ、ボス君の呪いのせい？違うよね。パパのコントロールが悪かっただけやろ。早く取って、もう、またいつもみたいにほうきで取んねやろ。知ってる、もう私全くし、早く取って。早く、頑張れ、パス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 、頑張れ。もうちょっと、あとちょっと、もうちょっと、あと1ミリ、よっしゃー、取れた、もっちゃ遊ぼう。あいつの声がもうお庭中、団地中に響き渡ってるわ。もう声でかすぎや。やまびこになんぞ、ほんまにもう。ああ、それにしても今日もいっぱい遊んで楽しいな。ボス君も一緒に遊ぼうよ。僕はちょっと休憩、クインちゃん遊んどいて。分かった、遊んどくわ。いつもボス君、クインちゃんを見てくださりありがとうございます。365日、夕方の6時投稿。インスタグラム、TikTok、渡辺ボスで、検索フォローもよろしくね。ボス君、ちゃんと紹介しといたよ。インスタグラムも紹介しといたよ。ありがとう、クインちゃん。今日は久しぶりのバイバイのチュー、終わりー。